ごま油に水分を飛ばした牡蠣をつけて、これは保存食にもなりますので、だいたい3日ぐらい経つとすごく美味しくなります。で、冷蔵庫に保存効きますので、ぜひご家庭でお試しください。材料の紹介です。こちらが牡蠣ですね。市販のやつです。こちらが大根です。大根おろしで洗うので使います。皮ごと使いますので、それとこちらが長ネギですね。でこちらがごま油で、こちらがオイスターソースです。はい、それでは牡蠣を、大根で洗っていきます。まずは大根おろしですね。皮のまんまおろしてやってください。牡蠣を洗うときですね、皆さんお水とかで普通にこうシャバシャバってやってるみたいですけど、大根が持ってる成分が結構殺菌作用とかもあってですね、フードプロセッサーみたいなのを使っておろしても全然大丈夫なので、楽してこの辺はやってください。でこの大根おろしで今度はこの牡蠣を洗っていきます。何回かに分けてやるので、最初から全部使わないで、まあこんな感じでいいと思います。でこの牡蠣を頭をゆすぐみたいにして洗っていきます。もう大根おろしがだいぶこう色が黒くなってきたと思いますけど、これ全部汚れなんですね。でちょっとこれぐらいになると水でゆすぎます。で大根おろしをすすいで、また軽く水気を切ってボウルに戻します。大根おろしがだんだんこう黒くなっていくと同時に、牡蠣がだいぶこう白くなっていくと思います。もう綺麗になっている証拠ですね。でこの時に牡蠣をなるべく壊さないように、こう優しくこうすすぎ洗いをしてください。あんまりこう握ったり潰したりするとこうもう旨味全部逃げちゃいますので、シャンプーのすすぎみたいに軽くやってください。牡蠣のここのひだのところに汚れがいっぱい付着しているので、普通に水洗いしただけだとこの表面しか洗えてないので、この大根おろしでここにこう入れてこうすすぐっていう感じですかね。牡蠣が、でもうこれぐらいもう白くなってるのが分かると思います。こんな感じですかね。洗った牡蠣の水気を、拭き取っていきますね。何でも結構です。キッチンペーパーでやってくれて、布巾とかでも大丈夫です。はい、これで拭き取りました。それでは、長ネギを切っていきますね。白髪ネギです。はい、ではこれをまずここ切り目を入れて剥きます。中の芯はこれも白髪にならないので、ね、これはまた何かに使ってください。で一番外側の皮はちょっともう乾いてるので、これも何かに使ってください。ピーラーとかでも大丈夫ですけどね、できれば包丁で切った方がネギは美味しいですね。でこの後水にさらしますので、ネギ臭さもだいぶ消えると思います。はい、軽く、ほぐして、ちょっと油を引いてください。使うごま油で結構です。ほんのちょっと引いて、それから火をつけましょう。でよく鍋になじませてから、これも最初強火でなじんだらちょっと、中火にしましょう。こう鍋に牡蠣がひっついて壊れないように油を引いてください。鍋のこの側面までよくかきから水が出るのをちょっと待ちますね。ちょっと弱火にしましょう。弱火でいきましょう。鍋にくっついたら優しく外してください。水が出てきたら比較的外れやすくなるので、あまりこうくっついてる状態で無限にやると壊れます。水がだいぶ出てきたらこう弱火から少し火を強くして、また水を飛ばすっていう感じでやってください。もう水ができたので今度は詰めていくので、少し弱火に戻します。はい、こう詰まり始めたらもうこれぐらいですね。ちょっとまだ水が残ってるぐらいの時にオイスターソースを
加えます。少し水が残ってる状態でなじませて、でもう一回全体的に絡めていきます。中火からちょっと強火でこの辺は大丈夫ですね。もうここまで来ると牡蠣壊れませんから、よく絡めてください。ここでこう残っちゃうと、オイルにつけた時にその水だけ分離して下に落ちちゃうので外れちゃうんですね。ここでよく牡蠣自身にこう絡めてください。はい、これで粗熱を冷まします。はい、粗熱が、取れた牡蠣ですね、これを、オイルの中に入れていきます。瓶詰めですね、入れていきます。で、今日は、ごま油を使ってます。ごま油のオイル漬けですけども、オリーブオイルとか、オリーブオイルだったらここでちょっとニンニクのスライスとか加えると美味しいですね。と普通のサラダオイルみたいなのでも十分いけます。その場合はサラダオイルの時は生姜とか入れると美味しいですね。でこの油に完全に浸るまで入れといてください。顔を出すとそこからとあんまり長持ちしない可能性があります。でこれ今すぐでももう食べられますし、だいたい3日ぐらい経つともっと美味しいですね。でこれで瓶を蓋して、あと冷蔵庫に保存するとどんどん美味しくなっていきます。はい、では牡蠣のオイル漬け盛り付けていきます。オイルにつけておくとだんだんこう身が締まってこう濃厚になっていきます、ね、全部取り出したらオイルがここに残りますけども、これ無駄にならないです。この炒め物とかするときにこのオイルを使って炒めるとなんか旨味がすごくあるんで美味しくなります。でこれに、先ほど切った白髪ネギですね、白髪ネギこれをたっぷり盛り付けるときにちょっと水気切ってくださいね。はい、出来上がりです。